張勉は、中国後漢末期の武将。益州職軍の人。柳少配下。もともとは貧しい家の出だったが、文武に優れた能力を発揮して、州の従事となった。当時、隣の慶州を支配していた劉備が益州に攻め込んでくると、劉邦や唐賢たちと共に、劉備軍を迎え撃ったが、不城で打ち破られたため洛城に退去した。洛城で、劉順と共に籠城したが、金眼鏡に出撃した際に再び、劉備軍に敗れ、捕虜となってしまった。劉備は彼の忠勇を高く評価し、何度も進駐を進めた。しかし趙人は、老臣は、決して二軍に仕えるつもりはないと言い、決して振ろうとしなかった。そのため最後には首をはねられた。劉備は敵ながら最後まで勇敢に戦い、忠義を曲げなかった趙人に感服し、遺体を金眼鏡の傍らに埋葬して、敬意を払った。現在、趙人墓が、四川省広漢市北外郷に現存する。研究文物保護単位。しかし、1964年の発掘調査では、元康6年の年号が書かれた線が出土しており、清代の別人の墓である可能性がある。小説、三国志演義の趙人は、正史と異なり、老将の描写がなく、逆に正史に、老将の明記がない家顔が老将として描かれている。また正史での忠義を評価されてか、劉少陣営では、非常に華々しい活躍をしている。劉備の入植の際、同僚たちと共に、劉備の危険性を解き入植に反対するが、劉少には聞き入れられていない。後に、劉備軍の方頭が宴会の席で、劉少を殺害しようと、義延に剣舞を回せた際、陰謀を察知し、劉少を守るため、義延と共に舞うなど肛門の会さながらの立ち回りを見せている。また、劉備が益州征服の野心を露にした時は、洛城に立てこもって、劉備軍を防ぎ、これを大いに苦しめている。その際、お千代鳥羽で、白馬に乗った方頭を射殺するなどの活躍をする。しかし後に、援軍としてきた、諸葛亮の計略により金眼鏡に出撃させられた、時、敗北し、囚われの身になってしまう。その後は、正史と同じく、劉備に降伏を勧められるがそれを拒否する。劉備は趙人を殺害するのをためらうが、最後は諸葛亮の進言を受け処刑している。ありがとうございます。